こんにちは、中村かおりです。今日はちょっと一つレビューっぽい動画を出したいと思います。何のレビューかっていうと、それは USB でつなぐ、コンデンサーマイクの、レビューを一つしたいと思います。では最初にオープニングをどうぞ。そういうわけでですね、今日はライブマイクの話題なんですけども、その前に、ちょっとですね、なんでまあこの急に、マイクの話が出てきたかっていうことなんですけど、まあコロナウイルスがちょっと今流行っていて、3月4月5月は緊急事態宣言が出ていたので、多くの教室でレッスンがストップしてしまっていたと思います。先生の方でもちょっと生徒さんを断りして教室を閉じていたり、生徒さんの方もちょっと電車に乗ってレッスンに行くのはちょっと怖いなということでお断りしていたりとか、まあ双方がそういった形でレッスンを中止していて、実際レッスンができてなかったっていう先生方結構多いと思います。5月に緊急事態宣言解除になって、今は多くのですね、先生方が対面のレッスンを再開していると思います。私現場でですね、実際にまあ私内科医なので、まあコロナウイルスの患者さんを見ることも結構あるんですけれども、まあ無症状ってマスコミは結構言ってるんですけど、実はですね、完全に無症状の人って意外とそんなには多くはなくて、よくあるパターンがですね、完全に無症状なんじゃなくて、何日か前にですね、なんか7度5分くらいの微熱が1日だけ出たとかいう、ね、次の日は下がって治っちゃったから大丈夫だと思ったっていう、このパターンがですね、すごく多いんですよね。特に若い人ってこの1日だけ調子が悪かったっていうパターンがめちゃくちゃ多いので、完全に無症状なんじゃなくて、受診時は無症状になっていたっていうだけで、遡ってみると数日前に熱が出てたとか咳が出てたとか、お腹がなんか痛かったとかいう何かしらですね、症状があるっていう、まあ特に熱が多いと思うんですけど、3日前に熱出てたとか4日前に熱出てたっていうのがすごく多いんですよね。でこのパターンで次の日になったら元気になっちゃったから、まあ、例えばレッスンが土曜日に入っていて熱が出たのが水曜日だったとか木曜日だったっていう場合ですね、この場合次の日になったら治っちゃったのでもう大丈夫だと思って先生に具合が悪かったことを言わずにレッスンに行ってしまうっていう、これはね本当のこと言ってちょっと危ないんですよ。このパターンは何回もこのパターンで歩き回ってしまった、でも蓋を開けたら後でコロナでした、ドヒャーっていうケースを、お目にかかっております。なので1週間ぐらいの間、レッスンに行くしから遡って1週間ぐらいの間で7度5分を超えるような微熱がですね、1日でも出た場合っていうのは基本的にレッスンは私はお休みした方がいいと思うんですね。でちなみに内視鏡、胃カメラとかですね、胃カメラはマスク外して、検査を受けるので、とてもその感染リスクがある医療行為だというふうに言われているんですけど、今内視鏡なんかは、例えば4日とか1週間とかの日誌をつけていただいて、その間に熱が出たりとか咳が出たりとか味覚障害とか嗅覚障害がないことを日誌に確認していただいて、何もないというふうに分かった方だけ、検査を受けていただくというような形の、マニュアルが運用されていたりとかいうような状態になっておりまして、やっぱりですね、数日前その時当日の熱ですね、まあよくデパートとか行くとね、体温ピッて測ってたりとかしますけど、その時の熱なんかで全然ちょっと当てにならなくて、やっぱりその数日からまあ大体1週間ぐらい遡れば十分だと思うんですけど、その間にですね、何かしら怪しい症状が1日でもあった場合はもうやめた方がいいかなというふうに思います。でまあそうなってくるとですね、でもご本人さんは元気なわけですよ、1日だけ熱が出ただけで、今は何もない状態なので、まあそうなってくるとですね、もうレッスンは遅れちゃうし、まあ特に、受験を控えている、
中学校3年生の方、高校3年生の方とかだと、このままじゃどうするの、もう半年もしたら試験になっちゃうよと、レッスンやらないでどうするのみたいな話になっちゃうと思うんで、やっぱりそういう状況でもなんとかレッスンを受けていただけるっていうようなことを、まあ、考えるんであれば、やっぱり、オンラインのレッスンっていうのは一つの選択肢になってくるんじゃないかなと思います。で、それでまあ例えばいろんな方がまあフェイスタイムとかズームとか LINE とかでレッスンをされてると思うんですけど、皆さん共通してそれらのアプリケーションでレッスンをしようと思った時にぶち当たる壁がですね、まあ音質が悪いっていう、もう音質が悪くてレッスンにならないっていうのが、まあ先生の方も生徒の方も共通するまあ悩みなんじゃないかと思います。で、ただそれを音質が悪いからっていうことを理由に、対面のレッスンをさっき言ったみたいに結構まあいいかみたいな感じでやってしまうとですね、これ本当に生徒の側から先生の方に、コロナを移してしまう、あるいは逆のパターンということも実際に起こりうると思うので、まあ、できるだけそういったとですね状況を避けるということを考えるんであれば、やっぱりオンラインのレッスンをできるだけ充実させていくってことは大事なことなんじゃないかなと思います。音質を良くしようと思った場合、パソコンとかスマートフォンとかタブレットについている内蔵のマイクですね、あれらの機械の中に入っている内蔵のマイクっていうのはあまりマイクとしてはいい音質じゃないんですよね。そんなレッスンをやることを想定にしたマイクはついておりませんので。音という情報を送るためのより性能のいいマイクをまあ用意して、パソコンとつないであげるっていう作業が必要になるわけですね。で、私はいろいろ試してみて、やっぱりフェイスタイムや LINE よりも、まあ、ズームの方がまだマシかなというふうに思ったのと、ズームのいいところはですね、録画が撮れるんですよね。先生とレッスンしてるのが、録画がワンタッチでポチって落とせるんで、後からレッスンを見返したいと思った時にとても便利なんですよね。LINE とか FaceTime はその機能がないので、やっぱりそれを考えただけでも Zoom でレッスンをするっていう意味はすごく大きいと思います。なので、できるだけ、まあ、Zoom を使って、なおかつ、まあ、できるだけいい音質で先生とやり取りをするということを考えた時に、一つのまあ解決になるかなと思ったのがマイクですね。外部マイクいろいろ売られてるんですけど、私がちょっと試してみたいなと思ったのは、先ほどお見せしたこのブルーのイエティですね。Amazon とかで売ってます。色もなんかね、これは私のは青緑みたいな、ティールっていう色のやつなんですけど、他に、真っ黒のもあるし、あとブルーのとか、あと前の機種はなんか赤とかもあったのかな。なんかいろんな色があって、まあ人気色と不人気色があるみたいで、不人気色だとちょっとなんかお値段が少しだけ安いみたいなんですけど、まあこのマイクをちょっと使ってみて、パソコンの置く位置と設定、このマイクの設定など、ちょっといろいろ検証したレビュー動画を作ってみました。私がいつもレコーディングでお世話になっているビデオクラシックス社の林さんにご協力いただきまして、いくつかのちょっと検証の動画を作っていますので、そちらの方ぜひ見ていただけたらと思います。オンラインレッスンを開始するにあたって、まず調べておかなきゃいけないことがあるんですよね。それはインターネットの回線のスピードがある程度速いかどうかなんです。オンラインレッスンを行う場所がネットの速度がすごく遅いと、映像とか音声がブチブチ切れてしまうので、非常にストレスがたまる状態になってしまいます。このような場所はオンラインレッスンやるのには向かないと思いますので、まず最初にその場所がオンラインレッスンに向いてるかどうか、インターネットの回線スピードをテストしてみましょう。 Wi-Fi 速度で検索していただくと、この有線ゲート02というインターネット回線スピードをテストするサイトが出てくると思います。私の自宅の防音室の回線速度をチェックしてみたいと思います。測定を開始します。ダウンロードの速度が42.96、アップロードの速度が46.67出ていますね。このくらいの回線速度がありますと、例えばビデオ通話、ビデオ会議などやるに関しても、
非常に快適に行うことができると思います。ところが都内の某スタジオですね、私もここよく使ってるんですけども、ここはですねネットの速度がすごく速くて、アップロードもダウンロードも私の自宅よりもかなり速い回線速度です。このぐらい速いとおそらくこの場所でオンラインレッスンを行うことは問題ないどころか、多分私の家でやるよりも快適にできちゃうんじゃないかなと思います。次にお見せするのはもう一個の別のスタジオですね。こちらはちょっとネット弱いですね。アップロードもダウンロードもこの速度しか出ないと多分音声はブチブチ切れちゃうので、あまりレッスンをやるには快適な環境だとは言えないと思います。こういった場所でレッスンをするのはちょっとやめといた方がいいと思います。このように場所がまずオンラインレッスンに適しているかどうか、これをチェックする必要があると思います。イエティのマイクの簡単な説明になります。まずブルーのロゴが入っている方がマイクの正面になります。上にミュートのボタン、そしてその下にボリュームの、ボタンがあります。ミュートは何の時に使うかっていうと、ライブ配信とかしてる時に、まあ、例えば咳が出そうになったからこっち側の音声を相手に伝えたくないなどの時に使うものですね。あんまりレッスン中は使わないかな。で、その下のボリュームなんですけど、これは自分の音と先生の音をヘッドホンで聞くというような状況だった場合は、このボリュームの端子を使って音量を調節するということになります。でも、私はあんまりこれ使うシーンがないのかなというふうに思います。で、背面ですね。背中側が上からゲインというネジがあります。これはこちらの音をどのくらいの音量で相手に伝えるかという調節になりますので、こちらはよく使うんじゃないかなと思います。結構大きめにしても大丈夫だったことが後で検証動画の中に出てまいります。その後、その下ですね、パターンというところがあって、4つモードが切り替えられるようになっています。左から順番にステレオのモード、その次が無指向性、その次が単指向性、一番右側が双指向性というマイクの音をどの方向の音を拾うかというののモードでいくつか4つ切り替えられるようになっています。まずステレオのモードなんですけれども、これはマイクの集音部分の右側と左側で聞こえている音を立体的に組み合わせて音声を作るというようなモードになります。それから無指向性、これは一応マイクの全方向の音を拾うというモードになります。このモードは喋ってる人の声も拾い、楽器の音も拾うので一見いいように思うんですが、実はエアコンの音とかも拾っちゃいます。あと例えば外を通ってる救急車のサイレンの音とかも拾っちゃいます。単指向性、これはマイクの正面、マイクの正面から聞こえている音を主に拾うというモードになります。それ以外の方向の音はあまり拾わないようにカットされるようになっています。最後、双指向性ですが、これはマイクの正面とマイクの背面から聞こえてくる2方向の音を拾うようになっています。これはライブ配信なんかで、例えば喋ってる人が2人いて、マイクを間に置いて、前と後ろで喋ってるような場合なんかはよく使うことになるんじゃないでしょうかね。マイクの各部の説明は以上になります。ズームを立ち上げた時にこちらの設定のところを
クリックしていただきますと、この画面が出てきます。最初の段階では、Zoom はこのマイク音量を自動調節しますというところにチェックボタンが入った状態がデフォルトの状態になっています。また、この詳細をクリックしていただきますと、オーディオ処理のところ、連続的な背景雑音の抑制、断続的な背景雑音の抑制などはすべて自動化、この状態のままでレッスンを始めてしまうと大変ひどい音になってしまいますので、まずそちらをご覧ください。状態です。はい、昔ほど悪く なくなりましたけど、でも、はい、まあ、それでも音がシャワシャワした感じ、ちょっと歪む、はい、それとややちょっと最初の、やや後半途切れ気味になります、うん、そんな昔はもっと音がなくなるとかいうことがあったんですが、そこまではひどくはないですが、はい、まあちょっとややしんどいかなと。次にこのマイク音量自動調節しますのチェックボタンを外していきます。チェックボタンを外した後、音量をちょうど真ん中ぐらいにまずはしてみます。この状態で検証2を行います。はいはいはい。歪みにくくなったのはなりました。大体まあこれでいいでしょう、レベルは。あ、そうなんですね。あんまいい音ではないですね、はい、やっぱり。次に外部マイクであるイエティをパソコンに接続していきます。 USB ケーブルを使ってパソコンと接続するとミュートボタンが赤い点滅をします。この状態ではマイクはミュートがかかっているため、必ずボタンをミュートのボタンを押していただいて、点滅がなくなるようにしていただいてください。その後こちらマイクロフォンのところで、今内蔵マイクになっていますが、こちらをイエティに選択していただいてください。その後詳細というこちらの右の下にあるボタンをクリックします。外部マイクを接続するとオーディオ処理のところで連続的な背景雑音の抑制、断続的な背景雑音の抑制を無効化、無効化、自動の状態にしてください。それからこちらの In Meeting オプションをマイクからオリジナルサウンドを有効にするに表示というチェックボタンにチェックを入れてください。戻った後、Zoom のミーティング画面の左上、オリジナルサウンドをオフにするが必ずオフになっているかどうかご確認ください。もしオンになっている場合は必ずここを押していただいてオフにしていただいてください。この状態で検証3を行っていきます。検証3の1つ目はイエティをステレオのモードにして譜面台の右横に置き、人の顔が向く方向をマイクのステレオの左側の集音、弦からの響きを右側の集音でカバーするという置き方です。全然変わりました。全然良くなった。あ、そうですか。検証3の2ではマイクの位置はそのまま同じで、総指向性にモードを切り替えてみます。はいはいはい。でちょっと中村さんちょっと喋ってもほしいんですけど、今多分あの収音の状態としては、まあ、ほとんど、はいはいはい、自分の方向に一本は向いてる話になると思います。
あんまり先ほどのステレオとはそんなに変わらんですね。はい。音質は悪いんだ、悪くないんだけど、はい。中村さんの声が聞きづらい。検証3-3では、モードを単一指向性に切り替えて、マイクの向きを完全に弾いている自分にマイクの前面が向くような位置に置き換えます。悪くないかもしれないですね。じゃあ人の声がこれだともうちょっと入りますか、さっきよりは。さっきよりは聞きやすくなったけど、まはい。だちっちゃいんですよ。それで、あ、あとそれからこっち側の原因もあるんですよ、実は。ちょっとそれ、上げるだけ上げてみてください。ある程度、今もうちょっと、今半々ぐらい、半々ぐらい。50%ぐらいの表示にしてみました。今50%ぐらい。はい、50%ぐらいです。ああ、ずいぶん良くなった。それでちょっとピアノ弾いてみてください。ああ、それでもいいや。もうちょっと上げられません？もっと、できるだけギリギリのところまでレベルを上げるべきなんですよ。例えば今、こ50だのと。ぐらい、今、75%ぐらい。はい、75%ね。はい、ちょっとはい。それで弾いてみて。いけますね。ちょっとしゃべってみてください。今、マイク正面の方に、私の顔が正面に向いてる状態です。いいです。あ、いい感じになっはい。た。4番目の検証は、単一指向性にした状態で、ズームを行っているパソコンのすぐ横、自分がズームに向かって話しかけているときに、単一指向性のマイクの向きでちょうど集音できるような配置でマイクを置いたものです。これでいいと思いますよ。ピアノはね、そんなに変わらない。じゃあ、ピアノそうでのす音がか。そもそもでっかいので、どこを置こうとあんまり変わらない感じですね、なる調ほ子ど、は。はい。で、今、もう、まさに今、こっち向いて喋っていただいてると、自動的にその口側のマイクに向いてるので、はい。非常にクリアになりましたね。あ、そうクでリすア。か。はい。ということで、いかがだったでしょうか。ああやっていくつかこう検証を並べてみますと、やっぱりパソコンの内蔵マイクっていうのが、やっぱりこういったレッスンには向いてないんだなっていうことがすごくわかると思います。で、やっぱり外部マイクをつけた時とつけてない時ですね。ここにゲイティさんがいますけれども、これつけた時とつけてない時でだいぶ差があることが、分かりになったかなと思います。で、このマイクが、果たしてベストチョイスかどうかっていうことも私にはまだ分からなくて、皆さんの方で、こんな、USB マイクを使ったらもっと音質が良かったよとか、これはどうでしょうみたいなのがありましたら、ぜひ教えていただけたらと思います。コメント欄にぜひコメント書いておいてください。もちろんオンラインのレッスンは嫌だっていう気持ちは わかるんですよね。対面のレッスンが絶対いいから、自分はオンラインのレッスンは嫌だっていう気持ちも私わからなくはないんですけど、ただちょっとこの連休中の状況とか見てると、ちょっとこれからしばらくコロナやばいんじゃないかなっていう気がしますので、無理をしないっていうのが一番大事かなと思うんですよね。レッスンを続けるっていうことが私はいいかなと思うので、ちょっとこれは心配だなと思ったら、すぐにパッと、オンラインに切り替えるという、臨機応変さみたいなの、私たち日本人が一番苦手なことかもしれませんけど、そういったことで、この面倒くさい状況をですね、乗り切っていけたらいいのかなというふうに思っています。また、何か、ご意見などありましたら、特にマイクの説明とか私合ってないかなっていうか、うまく説明できてないところとかもすごいあると思うので、これはちょっとどうなんですかみたいなこととかありましたら、詳しい方ぜひご指摘いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。では本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。